なんか結構さいろいろミエルコちゃんの取材だったりとかでもお話しさせてもらってるんだけどさ、あのこの現場ってさ来る時にさ、うん、なんかあの隔たりない、わかります、うん、バラすね、はい、めっちゃ遅刻したよ、本当にすみませんでした。ただ違うのよ、アフレコの第1話でも私めっちゃ遅刻したの、うん、でそうそう雨でね、そう、その日もすごい雨で、まあ、今日も雨だったんだけど、そう今日も嵐みたいな雨が来てるじゃない、結構なね土砂降りで、でもう一個バラすと私も1分遅刻したのね、うん、そうだった、しれっと1分遅刻してて、今日、ね、そうそうそう、そうなの、うん、で、あーなんかソラちゃんに悪いことしたなと思ったらソラちゃんはさらに遅刻してて、そうそう、あでもなんか多分そうなんだろうなってなんか予感してたよね。ああ、ね、私もなんか来る前、まあ、結構その、うん、ちゃんとこう間に合う手で準備してたんだけど、今日はちゃんとこうつけるかなみたいなのをちょっと思ってて、そう、そしたら見事にいろいろあってつけなくて、ね、つけなかったから、ね、やっぱりなんかミエルコちゃんの現場ちょっと、うん、いないところでバラしちゃうけど、本田ちゃんがその前回のこのラジオの収録で遅刻してるんですよ。ねえ。いないところでバラしてごめんねなんだけど、いやいや、そうそう、なんかねやっぱりちょっとこう、そうなの、わなんかあるのかな、あると思う、しかも始まる前に機材トラブルあったでしょ、あそうね、そういうの多いっすよね、多いっすよ、アフレコの時もね一回、うん、なんかちょっと変わった止まり方、そうそうそう、したりとかみたいな、そう、あとなんか私たちじゃないんだけどモブの、うん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 、あの学生役とかの方の収録の時に、うんうんうん、なんか機材トラブルで止まったっていう話をミキサーさんから聞いたりとか、うんうん、結構この現場なんかあるのすごい嫌だなって思う、うんうん、ね、なんか変な感じなんだよな、1話でお祓いしたもんね。ねえ、あのお祓いちゃんと聞いてないのかな。ちょっと疲れてる。それともお祓いしたからこの程度で済んでるって考えた方が。そっちのが賢明だね。確かに。うん、前向き。お祓いしたのに。してなかったらどうなってたんだろう。いや、怖いわ。ねえ。はい。